久保さん今回はコンサル2、2年のコンサル最終日にしましょうか。来週の月曜日ですね。昨日か、ラスト2回目の2回目終わって、来週の月曜日、コンサルラストなんですけど、2年間やったお客さんがいます。2年です。結構長いですね。早かったなまあ、思い出、そのお客さんとの思い出みたいな。 ま、その、その子はね、あのー、まあ、大学生の時に、まあ、たまたま僕が東京に行った時に、あのー、なんだ、無料コンサルやりますみたいな、ルノワールでね、東京駅、東京駅の前にある八重洲口だったかな。結構そこで東京行った時昔やってたんですけど、無料でやりますってね、来たんですよ。で、あのー、 まあ2時間ぐらいそのルノワールでお話をしまして、最後、その子に言われたのが、吉田さん、ドリームアカデミアセールスしないんですかみたいなね。<laughs> まあセールスしなかったんですけど、で、じゃあ入るつって聞いたんですよ。まあ降ってきたんで。で、そしたら、その子が、あの、いや大丈夫です。一人でできるんで、みたいなね。<laughs> ちょっとカチンと来たんですけど、 一人でできるんだったら二三時間無料コンサル来んなよ、みたいなね。<laughs> で、そのなんかお会計するとき、あの、ね、コーヒー代を奢って、で、別れたんですけど、まあ、ここの中を持ってたんですけど、で、その後、なんかマフィア D みたいなね、コンサルを販売したら、まあ、その子が入ってきて、<laughs> なんかブチギレて、いや、お前なんか一人、でできる言うただろ、みたいなね。ワンツードをブチギレて送ったんですけど、確かに、でもその前だったかな。その前なんか商品買ったのかな。 商品買った時になんか、ド、ワンズドア送って、いや、買うなよ、みたいなね。一人でできる言うただろう、みたいな。で、その後だったかな、ちょっと、とで、コンサル入ったんですよね。で、結果的に、まあ、あの、大学4年生の時に、プロモーションして1000万ぐらい作って、で、まあ、大学卒業して、えー、今、ね、就職しないで一人でやってるんですけど、 まあその後ね、まあ、売上はちょいちょい上げてたんですけど、まあ、徐々にこう売り上げが下がっていったんですよね。で、いろいろとアドバイスはしてたんだけども、あのー、昨日のコンサルか、昨日のコンサルでその今自分がね、売上があんまり上げられてない、上げられてない。で、前は1000万上げられた。この違いは何かっていうのを、まあ、2年間ね、 なんかノートに書き溜めたコンサルで僕から教わったテクニックとかマインドとか全部見返してみたら分かりましたみたいなね。いや、今僕が書けてるのはマインドですみたいなね。<laughs> そうまあそれはもうちょいちょい言ってたんですけどね。ちょいちょいってかだいぶ言ってたんですけど。まあ彼がまあ気づいたんでよかったですけど。まあ来週の月曜日どんな質問が来るのかちょっと楽しみなんですけど。最後ね。2年分の最後の質問。 何食うのかなみたいな。うん、まあ何が言いたいのかっていうとう、まあそのテクニックとかノウハウとか稼ぎ方っていうのは大事なんですよ。大事だけども、結局それを使う人の心、マインドが、うーん。ちゃんとできてないと使えないよと。まあスポーツだとね、審議一体っていうね、心が先にありますけども、 うんやっぱりね、まあいろ、久保さんもいろんな人見てると思いますし、僕もいろんな人見てるんですけど、これからも見続けますけど、やっぱ考え方だったりマインドがあー、ちゃんとしてないと、ちゃんとしてないとというか、なんか、まあ一言で言うと、昭和、昭和の言葉で言うならやっぱ、気合がないと無理なんじゃないかなと思いますね。逆に気合があればね、僕は稼げると思うんですよ。うん まあ今回、チャリ、チャリ30万円ありますけど、30万も,もう気合いがある方稼げると思うし、ねあ,あなんだろうなああ、昔ね、あの、吉谷と、吉谷、<laughs> 100万くらい稼ぐの、ネット、ああ、じゃあ、ネットで稼ぐ上で何が一番必要だと思うって上から言われたときに、まあ、3分くらい考えて、いや、気合いじゃないですか、みたいな、だよな、みたいな。 <laughs> なんかね、まあ、昭和、昭和っぽくてね、申し訳ないんだけども、でも、高度経済成長を成し遂げた日本人、まあ、今はね、世界の指に入るのはね、トヨタとソフトバンクぐらいしかないと思いますけど、ね、すごく、敗戦国がね、ここまで、 成長を遂げたっていうのは多分日本しかないと思うんですよ、ね、しかも、なんだ、原子爆弾を落とされた国ですよ。ね、広島、長崎に。原子爆弾を落とされた国が、ここまで世界に晴れる国になるっていうのは、これね、まあ、プロジェクト X も僕はいっぱい全部、まあ、全部っていうか、結構見たんですけど、何があったのかっていうと、もう、気合しかねえんじゃねえかなと思いますけどね。ものづくりに対する情、まあ、気合だったり、情熱だったりとか、 なんか、それがあったから、それが、そのレベルが、日本人、ヤマト魂みたいな、ヤマトくんですよ。ヤマト魂みたいなのが強かったから、僕は、日本っていうのは国は、あの、立て直して、世界に晴れる国になったんじゃないかなと思うんですよ。で、今、日本が低迷してるのは、その気持ちが弱まったと。だそのコンサルセンの話じゃないですけども、今と昔ですよね。昔は ね。大和魂があったわけですよ。日本人には。だけど今は、なんかぬるま湯に使って、なんか、それがないんじゃないかなと。うん。別にか、稼ぎたいと言いながら稼がなくても飯食えるし。うん。なんで稼ぎたいのにやらないのかなっていつも思うんですよね。うん。だから根本的にその、なんだろうな、気持ちですよね。その、気。まあ、気合というか気持ちというか。 そういうのが本当に薄いんじゃないかなと思うんですよね。だからやらないという選択がない、挑戦しないという選択がないと思うんですよ。新しいことやるっていう。だってね、今の主会社の給料じゃきつい言うてるわけじゃないですか。じゃあ新しいことやるか転職するかしかないじゃないですか。でもやらないっていうのは続けないっていうのは、それは本当、本気で自分の人生を変えたいと思ってないだろうし、死ぬ気になれないだろうし、 死ぬ気になってないだろうし腹くくってないだろうしうんあ久保さんもね言ってましたけどだこれでダメだったらまあ文句言ってやろうみたいなだからとりあえず、まあ、全部や,やりきろうみたいなね、うん、やらずして文句言うのはそれはアンフェアだからねあのめちゃめちゃやってそれで稼げなかったら、まあ、言ってやろうみたいなねあのクレーム言ってやろうみたいな言ってましたけど まあ、結果的に稼げたみたいなね。<laughs> 結果的に稼げて、今こんなになっちゃってますけど。うんまあ、気持ちですね。はい。ということで、思い出話でした。いってらっしゃい。